これね、横に見ていく表なんです。で、肝臓胆のうはどういうものを食べたら元気になるかな、心臓小腸はこう横に見ていくんですけども、今日はここをちょっと中心に話しますが、軽くいきますね。肝臓胆のうは春先に具合が悪くなりやすい、春先に具合が悪くなりやすい人は弱い臓器なんですが、例えばね、目が見えにくいとか疲れやすいとか、それから体が硬いね、こう体がすごく硬い人もだし、筋肉つけるのがすごく好きとかね、いうのも肝臓胆のうが弱いですよ。爪が汚い人ね、爪が汚い、綺麗な爪が生えてこないのも肝臓胆のうがちゃんと働いてないからですよっていう、こういうふうに見ていくようです。で、この弱い人っていうのは青いお野菜が足りない、だから子供さんで青いお野菜が足りなかったり、酢の物ね、酸っぱいものが足りなかったりするとどうなるかなっていうとね、ね、今ねお利口さんたちばっかりみたいだけども、ギャンギャン泣いて叫んで夜泣きがひどいっていうのはここの弱さから来るんです。まだね、間に合うかもしれない、産む前に青い野菜をしっかり取ってそうすると夜泣きがちょっと減ります。同じ、ね、性質でもここが強い子っていうのはその泣いたり叫んだりしにくいわけね。弱い子ほどするで、大体ね、よく泣く子にね、お母さんに聞いたら青い野菜苦手っていうのね、嫌だって言って、まあまあ泣きます、嫌だ食べないって泣くんです、泣くって書いてある、泣いて叫んで嫌がるから食べさせないから余計に泣くっていう風に体とつながってきてるのね。だからちょっとそういうことを工夫しながら過ごすだけでも、ここが整うとどうなるかっていうと、やる気が出てくる。逆に言うとやる気が出なくなるのは、ね、学校行きだして学校に行きたくない、結構だいたい青野菜嫌いです。だから今からやっておけば、今からね、今まだ好き嫌いあるかもしれない、3歳4歳ちょっとずつね減っていくときに、お母さんがね諦めてこの子嫌いやもんねって言ったらそのままになっちゃうけど、そこで頑張って食べさせることで自分が助かるんですよ。小学校行き出したら行きしぶられる方が大変だから、今頑張って青い野菜しかね、酸っぱいものもね、ちっちゃいうちは苦手かもしれないけど、ちょっとずつ食べさせることでここを整えることができます。クリームつけていいよ、つけてちょっとね、つけてもいいんだよ。